どうもシティホテル三号室の両多です。おしだです。よろしくお願いします。え願ところでですね。はいはい。天才を間近で見たことってあります？天才間近で見たことないわ。まあいろんな種類の天才がいるけど、あの僕も中学2年生の時に、はいはい。ちょっと一人の天才と出会いまして、はいはいはい。それがあの遠くの方からこう転校してきた佐々木くんっていう人だったんですけど、佐々木くんこれはねすごいのよ。うん。っていうのをまあ 波の感じで言うと、あの、全国一斉学力テストみたいなものは、常に全国で1位とか2位を取ってる。で、さらには、その中学2年当時に、すでに大学受験に必要な勉強を終えてる、うん。えー、あマジですごいね。も当然、東大行くための勉強ですよ、<う>それ。えー、もう中2の時点で全部終えてるっていうぐらいのテスはいはい,、はいい、めちゃくちゃすごいな。めちゃくちゃすごいのよ。なんか、見た目も、 ちょっと頭の後ろがなんか大きいっていうか、脳の分量が多いみたいな。ちょっと俺はそう、俺らは、あなんかやっぱ頭いい人ってこうなるんだな、みたいな。そんな佐々木くんが、引っ越してきてしばらく経ったある日の出来事なんですけど、放課後に僕が友達と何人かで教室で遊んでたんですね。で、それが2階の、教室の2階から飛び降りたらどうなるかみたいな。今考えたらいけないけど、 まあでも行けんじゃねえかっていうのも、地元が北海道だったんで、校舎の周りに雪が積もってんの。結構クッションになるから行けんじゃないかっていう話で、じゃあ誰か度胸試しに行けよみたいな。で、お前行けお前行けよ行けよって言って俺やだよじゃあ誰か行けみたいな話でわーって盛り上がってた。そしたら、遠くの方でちょっとその話聞いてた佐々木くんが、パーって近づいてきて、俺らかき分けて、窓開けて、ちょっとこう下確認して、 ちょっと待っててっつって去ってったそしたら机に戻ってノートを開いてなんか計算し始めたおすごい天才っぽいいくら佐々木くんでも何を計算するのかっていう無理だろみたいな俺ら何やってんのか分かんないからまそのまんま誰か行くじゃんけんして決めようぜみたいな感じでわーっと盛り上がってたらずっと計算してた佐々木くんが机バンって叩いて「いける!」って言ったんだおすごいいける計算で出たんだいける佐々木くんなてあっ じゃ佐々木君が行けるって言うからってその中の一人のやつが結局飛んだんですねそしたらまあ怪我もなく「ああちゃんとできたな」「佐々木君の言う通りだたなああよかったよかった」みたいな感じでその回はお開きになったんですけど俺どうしても佐々木君が何を計算してんのかっていうのがすごい気になって帰りがけにその机のところをチラッと見に行ったんでそしたら2ページぐらいにわたって「 その見たことないような数式文字の数式がもうブワー、あーすごいすごい、二ページ、あーってなって最後イコールルート二って書いてあった。どういうこと？いけるってことなの？それが。あのルート二が。何の数字かっていうこともさることながらあのそんなスッキリした数字になる。いやもうすごい続いててね。二乗したら二になるってことだからね。うんうんうん。 ちょっと難しいな。それ。天才っているなっていうお話です。<laughs> <laughs>